藤山治一から1917年5月13日は、非前国佐、家軍出身の佐賀藩士、近代日本のドイツ語学者、佐賀藩氏族、藤山家に生まれる。父は、藤山春明、母は絹で、絹は後に、鍋島明子の乳母を務めた。1873年に、旧佐賀藩が費用を負担して、国内留学生を50名送り出すことになり、 これに選ばれて春秋と共に東京に移る。有馬学校で英語を学んだ後、1878年2月に駒場農学校の獣医科に入って主席となっている。東京での生活費は絹が負担しており、完璧生となるために農学校に進んだという。在学中は毎週日曜に鍋島邸に通い、鍋島忠への相手を務めた。 1880年2月に農学校を卒業し、同年4月から、鍋島家の旧非正として、佐野つ美、牧良四郎と共に、ドイツに留学した。ベルリン大学への入学までドイツ語を学んでいたが、イエーナ大学への入学後に、佐野が病を得たため見舞いに行き、そのまま亡くなったため葬儀を手配している。同年11月17日に、 ベルリン大学に入り農業経済学を学んだが、動植物学に興味が湧き1881年12月22日に退学して、ン大学に移った。このことを知ったドイツ駐在講師の青木修造に帰国を命じられたが、旅費600円を受け取ってそのままボン大学に通い続け、それが知られて、鍋島家からの学費支給が止められている。留学生から借金を重ねて、 自殺を考えるほど困窮し、見かねた初期間の庭龍之介が日本に連絡してきぬら旅費が送られ、1883年10月にドイツを経って帰国することができた。1884年3月に東京外国語学校の御用係となり、同年12月には農商務省と東京三輪学校の御用係になっている。同じ頃に、 ドイツ学協会学校の動植物学教員を移植され、さらに1885年には東京大学予備門の教師に就いた。1887年に陸軍教授として陸軍大学校に赴任するとメッケルたちドイツ人教官の通訳を遠藤慎次らと共に務めている。1889年には日本人による初めての本格的なシーボルト論となる論文を フォームウェイストナハオリジナルサウンドトラックに発表した。参謀旅行に14回以上参加したほか、1894年には日清戦争に従軍するなど通訳としても精力的に活動した。1895年に東京専門学校のドイツ語教授となり、1896年から1897年にかけて2回目のドイツ留学をした。 1899年には、同僚の高田善次郎と共に、独話兵語辞書を編纂した。1902年に、早稲田大学に改称されると、その初代ドイツ語教授となっている。また、翻訳を担当した、コルマール・フォンデア・ゴルツの、戦争及び闘水が1906年に出版された。1917年5月13日に、急性腹膜炎のため制去し、 青山霊園に埋葬された。ありがとうございます。